やっぱり私ってみんなとどこか違うのかな。ここに来ればみんなと気持ちを一つにできるって思ってたけど。ムーニー、そろそろ機嫌直しなよ。別に怒ってないわよ。ちょっとイライラしちゃっただけ。でもリンクさん、少し寂しそうな顔してましたね。そんなつもりなかったけど、私リンクを傷つけちゃったのかな。リンクにとってこの島での思い出はそれだけ大事なのかもしれないね。昔のあの子を思い出すわね。お二人とも帰ってたんですね。今調査から帰ってきたところだよ。外でリンクが星を見ていたから何かあったんだろうと思ったけどね。あの昔のリンクさんにも似たようなことが。ムニちゃんからのお手紙が途絶えた頃もあんな風によく外で星を見ていたわ。あ、ムニちゃんが悪いわけじゃないのよ。あの子が寂しい思いをしたのは私たちのせいなの。研究の都合でこの島に連れてきたのは私たちだからね。あの子には悪いことをした。リンクさんもご両親と離れたくなかったでしょうし、理解されてると思います。リンクはその後島でどう過ごしてたんですか？今と同じよ。猿や動物たちと日が落ちるまでよく遊んでいたわ。この島は人が少ないから遊び友達もいなくてね。寂しさを紛らわすために動物たちと深く付き合うようになっていったんだと思う。幼いリンクさんにとってこの島の動物や自然は心の支えだったのかもしれませんね。リンク、そういえばあの子昔はよく猿を相手に歌ったり踊ったりしていたわよね。バケツを太鼓代わりに叩いたりしてね。リンクが今音楽をやっているのもあの頃の遊びが関係しているのかもしれないな。そうか、それがリンクのルーツか。マホさん、どうかされました？ムニ、レイ、少し試したいことがあるんだ。明日の朝私に付き合ってくれる？リンク、起きて！なになに？リンクに見せたいものがあるんだ。一緒に外へ来て。見せたいもの？これだよ。なんだかわかる？木の樽？正解は木の樽で作った太鼓。こっちはヤシの実で作ったマラカス。すごい、マホちゃん器用だね。私たちもお手伝いしたのですが、マホさんのようにはうまくできなくて。自作した音源をサンプリングすることもあるから、身の回りにあるもので楽器を作るのは得意なんだ。私も子供の頃いろんなもので音を出して遊んでたけど、こんなの作れなかったな。リンクのお母さんからその話を聞いてね、私もやってみようと思ったんだ。マホちゃんが？うん、動物たちと音楽でコミュニケーションが取れたらきっとリンクの感性に近づけると思う。気がついたらもう木の上に猿がいるわね。みんな興味深そうにこちらを見てますね。よし、私がやってみるからみんな見ててよ。それ！おかしいですね。誰も近寄ってきません。太鼓を叩けど踊らずってやつね。やっぱりダメか。リンクはどんな音を出して猿たちと踊ってたの？よく覚えてないけど、みんなが楽しそうな気分になるようにかな。あの、私もやってみていいでしょうか？レイが太鼓を叩け
叩いたことはありませんが、真帆さんの作ってくれた楽器で演奏してみたいんです。ダメ元でしょ、やらせてあげれば。レイちゃんならきっとできる。自分の感じたままにやってみて。初めて扱う楽器、初めて演奏する場所、私の知識も経験もここでは必要ない。ただ感じるままに自然の中で心を弾ませて。ねえ見て、猿たちが集まってきた。姉ちゃんすごい。本当に猿たちが踊ってる。あのこのまま続けていいのでしょうか。もっと続けて姉ちゃん。私も踊りたくなってきた。はい。リンクまで猿と踊り出した。カオスな空間だわ。